こんにちは、セイクレッドグランドの YouTube です。いつもご覧いただきありがとうございます。こんにちは、セイクレッドグランドのしんぼです。今回は川崎の Z400FX、 この車両のリアショックをオーバーホールしましたので、その内容を動画を交えて説明していきます。依頼内容の概要は基本的なオーバーホール、その他には外観を大きく印象を変えるバネの塗装、この2点となりますが、最初にオーバーホールの内容を細かく説明していきます。かしめ方は一般的にオーバーホール不可と言われていますが、当社ではこれを開発して10年までいかないんですが、割と昔からですね、オーバーホールを受け負っております。かしめ型はいくつかのオーバーホール方法があって、この前の動画、シティターボの前後ショックをオーバーホールするっていうものと、川崎の Z2 のリアショックをコニーと同じような内容にするっていうことで2つ動画を上げましたが、今回は一般的な再かしめといって、もう一度かしめ直すという内容で作業を進めています。オーバーホールの概要は先ほど説明した通りで、個別の内容を説明していくと、スライドメタルという部品がありまして、リアロッド、この再メッキしているロッドの部分と、それを保持するためのロッドガイドという部品があります。このロッドガイドが古い車両だと直に当たる、直滑りするものがありまして、これはですね、フロントフォークも同様で、 Z1、Z2 など60年代から70年代の車両だと、インナーチューブ、アウターチューブともに金属同士が直に擦れるっていうような、そういう作りになっていまして、今回はそれを改めるためにガイドブッシュを圧入してあります。もちろんそのまま圧入できるわけではなくて、旋盤による機械加工で穴径を広げるわけですが、この部品は寸法が100分台で設定して圧入する必要があります。大きすぎるとですね、ガタついてスライドメタルがすっぽ抜けますし、小さすぎるとそもそもロッドが通らない、またはあまりギリギリだと通るんだけれども動きがすごく悪くて、ロッドの摩耗が早期に進んでしまうということがありますので、私がいろいろ測定して、あとはいろいろ何度も試してきた、その一番いいところを狙って作ってあります。国内メーカーの寸法よりはやや厳しいんだけれども、FG とかオーリンズのような、そういった社外品の寸法と同等というところになっています。オイルの粘度がありまして、オイルもただ入れればいいというわけではなくて、いろいろな硬さがあります。これもですね、過去に何度も失敗を重ねて、経験によってこれぐらいのオイルが必要だということが判断つきましたので、そういうような下地があって、このかしめ型のオーバーホールが可能となっています。その他にも、これもコニーと似通っている部分ではありますが、リバウンドストッパーというサスペンションが伸びきった時に衝撃を吸収するための部品があります。この部品が長年の使用で粉々に砕けてオイルの通路に詰まってしまう。そうすると加減水といって、サスペンションがですね、減衰力が強くなりすぎて動かなくなるという現象が起きますが、今回もそれが見られました。そのため部品を一つ一つですね、丁寧に通路を元通り穴を通して、その後でリバウンドストッパーを作り直すという、そういう作業をしています。先ほど説明した内容で、新車よりも良い動きをするんではないかというふうに考えているんですけど、その理由としては、新車の時はもちろん時間が経っているということもありますが、40年前と比べるとオイルの質が高い、これが非常に重要な点で、良いオイルを使っている。その次にロッドとスライドメタル、先ほど話した加工によって隙間寸法がぴっちり詰まっているので、ガタが少なくなっている。ベアリング効果によって動きが滑らかになるといったような、いくつかの要素によって新車の時よりも良い部分が多く発生しています。もちろん摩耗して減ってしまった部品もあるんですが、そこもですね、機転を利かせて極力摩耗した部分を当たらないようにっていういくつかの手法がありますので、そういったことを採用して長く塗れるように、またもう一度ですね、30年40年使えるようにっていうふうに考えて、良い動きになるようなはめ方で仕上げました。
今回の動画では川崎の Z400FX、 この車両のリアショックオーバーホールを作業風景を交えながら説明していきました。サスペンションのオーバーホールをするとオイル漏れが治るだけではなくて乗り心地もすごく良くなるし、走っていて楽しくなるということがあります。これまでにセッティングだけではなくてオーバーホール依頼いただいた方何人も乗っていただいたんですけれど、見違えるように面白くなったとか楽しくなったとか、騒音性が良くなってバイク乗るのが楽しくなったっていうことをおっしゃっていただいているので、サスペンションオーバーホールはオイル漏れしていやいやながらするものではなくて、前向きに楽しんでバイクに乗るためには必須のものだと考えていますので、ご自分の車両をご覧になっていただいてサスペンションがへたってそうだったらばオーバーホールの依頼をいただければ幸いです。ただですね、今回のオーバーホール、バネの塗装いろいろ含めますと送料とか消費税含めると20万円弱というなかなか高額なものになりますが、その分の価値はあると思いますので、ぜひ一度相談いただければ幸いです。それでは今回の動画は以上です。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。当社は面白いをコンセプトとして仕事を行っております。私たちの考えを多くの皆様に知っていただくため他にも動画を配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。